明治45年4月九州学院進学部学生、石松良造、河瀬徳太郎、本田電機、渡辺清亀山万里、三浦井の子、武藤厚川瀬徳太郎2月20日から1964年1月22日は、旧西軍横浜文英隊員、日本福音、ルーテル八万教会創始者、名誉牧師、廃所運動家、全名は、入江徳太郎、 1886年2月20日、入江金モ門の三男として、福岡県宗方郡三崎村大和場8400番地に生まれる。母は入江イ井。1904年日露戦争に出征する。福院後、福岡の学校作業部に放職していた時に、同の学校検視検所に放職していた、同僚、馬場正吉に誘われて、久留米福院。 ルーテル教会へ通うようになり、弓道を始めた。1907年5月、教理問答研究生として、弓道式を受け、6月30日、ルーテル博多教会で、山内良平牧師によって、洗礼を受ける。1909年9月27日、ルーテル学院大学の前身である、道町上学校が、熊本市、新屋敷町412番地に開設されると、入学し、 その第一期生となる。開校時の第一期学生は、松本学明、入江徳太郎、高橋慎太郎、草野又五郎の四名であった。天使豪気活達にして再感あり、1910年7月2日、山内良平の妻で、山内美希への母、川瀬次第の死亡により、その名跡用紙とならんことを混成されて、同7月23日、 次第の選定家特相続人となって、河瀬生を継いだ。1911年8月16日、佐賀県佐賀市、米山地に本籍を移す。1912年6月30日、神学校を卒業後、7月1日、ルーテル博多協会の山内良平の下福岡市協会の副牧師を務めるが、思うところがあり、日本福音ルーテル協会を辞す。 1913年東京旧西軍士官学校に入学。1914年6月16日、同士官学校を卒業後、東京市本郷区弓美町の本郷分隊支部長となり、中尉に任せられる。1915年2月1日、横浜小隊長に任せられ、1916年1月、大尉に昇進。白愛、事前、将棋解放に取り組んだ。その後、 高知に転任して、招待長として活躍。廃唱運動に尽力し、それがために傍観に危害を加えられることがたびたび、あった。高知で、板垣大輔の孫、犬井美代子を見染め、結婚を申し込むが、父の完成誌に、君が、事前活動や、廃唱運動に取り組んでいるのは分かった。しかし、結婚というものは、理想だけを追い求めて成し得るものではない。 君は学を納めかつて副牧師をしていたというが、それも一年にも満たず、やめたそうではないか、キリスト者ならその道を極め、牧師として、教会を建てるぐらいの根性と度量のある男で、なければ、娘はやれぬと突っぱねられ、再び牧師として、身を立てる決意をした。1918年、山内正丸の仲介によって、日本福音、ルーテル教会に復帰を許され、再び、 博多協会の副牧師のとなる。同年10月、LSG ミラー宣教師の援助によって、福岡県八幡市の開拓伝道に着手。1919年1月12日、八幡市通り町を4丁目に伝道所を開設。この伝道所が、後の日本福音ルーテル八幡協会の前身となる。同年2月1日、板垣大輔の次男、 路房伝道を行いながら、廃傷運動にも尽力した。時には、遊閣の傍らに立ち、逃げて、私のところへ帰載すれば、誰でも売春生活から救ってあげると叫ぶことも、あったという。1920年2月、朝原健三、西田健太郎、川瀬徳太郎らによって、友愛会から独立した自主的労働組合が、日本労働とも会として、正式発足した。 同年9月、長女、河瀬昌生が生まれる。1921年、石松良造や修山茂春と共に、河瀬徳太郎も、日本福音ルーテル教会の教職、アンシュレイに認定されている。1929年4月、次女、河瀬孝生が生まれる。1934年、下関教会の井上土蔵の行為によって、 福岡県八幡市関坪町一丁目に240坪の土地が与えられ、4500円の建設資金で、教会堂及び牧師館の計画が進められ、1937年6月に牧師館が落成。さらに10月31日の宗教改革記念日を期して、日本福音、ルーテル八幡教会の教会堂が完成し、剣道式を挙行した。 1938年6月17日、本籍を福岡県八幡市大和雑北に移す。その後も地域社会に貢献し、1959年体調不良により伝道活動から引退し、八幡教協会の創設者として名誉牧師となる。1964年1月22日昇天。去年79、同1月27日、八幡教会で、 教会奏が行われた。ありがとうございます。